ごきげんよう、2時間目の数学になります。引き続き昨日に引き続き坂本が、お送りします。今日は、図形問題をやっていきますので、恒例のあれからまずはやっていきたいと思います。そうですね、ルービックキューブになります。一応図形問題というところで、ルービックキューブも大きく捉えれば、図形というところで、これよく眺めたときに、3種類のパーツで構成されているんですけれども、どういった分類で3種類に分けられるか、気づきますでしょうか。こんな感じの、実はですね、シールの枚数、カウントしてもらうと、1枚だけ貼られているパーツと、あとは2枚ですね、2枚だけ貼られているパーツと、であとは3枚ですね、3枚貼られているパーツの3種類があります。で、例えば3枚貼られているパーツは、この上4箇所と下4箇所しか、計8箇所しかないと、そういう形で、しかも回していった時にはこの角は必ず角にしか行かないっていう、性質があります。なので、そういったことを考えながら揃えたりすると、多少揃えるきっかけがつかめるものになってますので、長い夏休みの間、興味ある人は今ネット上にいろいろとルービックキューブの揃え方載ってますので、だいたい頑張ると1日30分ずつぐらい練習して、1週間練習すると何も見ずに揃えられるようになるかなと思いますので、ぜひね、興味ある方はチャレンジしてみてください。はい、せっかくなので今日もね、最後一回揃えたいと思います。ではこちらタイマー出しますので、すごいなって思った方は初日と同じようにコメントですごいなって送ってください。では、揃えてみます。20秒ちょっとですかね。はい、こんな形で、練習してみると、何か特技身につけておくとね、実際社会出た時に、こういうふうに先生みたいにね、なんか役立つきっかけがあるかもしれないので、ぜひね、興味ある方は夏休み、遊んでみてください。では、テキストの方に移りまして、今日は3日目になります。で、図形の問題、問いの1番から見ていきましょう。で、おおよそ今日頑張って1時間頑張ってもらえると、証明問題、苦手な人も多いかもしれないんですけれども、証明問題どういうふうに解けばいいかっていうきっかけは、必ずつかめると思いますので、順を追って、頑張ってやっていってみてください。では画面の方、問いの1番の、画面に切り替わりますので、テキストと合わせながら、見ていってください。まずは問いの1番ですね。次の三角形に頂点 ABC を振ってくださいという問題。括弧2番は四角形に頂点 ABC を振ってくださいという問題になっています。初日と同じように間違い探しという形で進めていきたいと思います。括弧1番 ABC と例えばの形でこう振ってあります。括弧2番も例えばの形で振ってあります。で、実はこれ、あまりよろしくない振り方になってますので、回答の方にちょっと自分で三角形自分でね書いて頂点 ABC を振ってみてください。括弧2番に関しても同じように四角形 ABCD 振ってみてください。時間1分ほど取りますので各自書いてみましょう。では1分間測ってみますね。
では、1分経ちましたので、答えを一緒に確認していきましょう。実はですね、三角形 ABC あるいは四角形 ABCD 頂点を振るときに、最初の頂点 A を振る場所、これは自由です。先生は今括弧1番頂点 A をこの一番上に、ね、書きましたが、頂点 A をこちらに書いてあってもこちらに書いてあっても大丈夫です。で、何を注意してほしいかというと、頂点 A を振った後の続く BC の振り方ですね。BC に関しては必ず反時計回りに振るようにしていってください。括弧1番、例えば A をここに振った場合は反時計回りに B を振ります。続いての C に関しても反時計回りに進んだ場所に C を振ってあげるという形です。四角形 ABCD に関しても頂点 A を最初ここに振ったのであれば反時計回りに進んだところに B を振って、さらに反時計回り進んだところに C を振って、で最後の D のところもやはり反時計回りに振っていきます。で反時計回りって言われるとちょっと一瞬ね、どっち回りかなって思ってしまうかもしれないんですけども、まあ、分かりやすいイメージとしては校庭走る時の、ね、向きだと思ってください。まあ、三角形の校庭はねなかなかないかもしれないけれども、三角形の校庭あって走る時、運動会等で走る時ね、必ずこっち向きで走るかなと思います。なので自分がまず頂点 A に立って用意ドンで進むと、 B まで走って C まで走って D まで走って最後元に戻ると、そういうイメージでね書いていってあげると分かりやすいかなと思います。あとは一つ具体的な例としてすでにみんな知っているものは、例えば分度器ですね。分度器も小学校の時よく思い出してもらうと10度20度30度っていう形でこちら側から順番に角度が振られてたと思います。これも角度が10度20度30度と反時計回りに増えていく形で振られています。なので数学は反時計回りが正しい向きだというふうに考えてください。一説によると、数学は大昔は天文学、宇宙の、ね、星々の天文学とともに発達したと呼ばれていて、太陽の周りを地球が回る回り方ですね、これがちょうど反時計回りになっていまして、そこから、数学では反時計回りが、正しい向きというふうに、されているというふうに、言われています。なので、もし地球の、ね、回り方が今と、ね、逆だったら、もしかしたら、その世界では、ね、数学は時計回りでいろいろと記述されていたかもしれないですけれども、この世界においては反時計回りが正しい向きと、そのことを、覚えておいてください。では続けて、問いの2番、見ていきましょう。頂点の振り方確認できたら、続いて確認したいのは三角形の合同条件ですね。2つの三角形があったときに、言い方変えるとぴったり重なるための条件です。これは3つありました。すでに、ね、習っているかと思いますので、その合同条件3つを書いていただきたいのと、で合わせて括弧2番、2つ三角形が今書かれてますけれども、三角形 ABC と三角形 EFD、 この2つの三角形が合同であるということを記号を使って書き表してみてください。ヒントでそれぞれ間違い探しだね、間違い探しのところ赤線で書いてありますので、ちょっとね、うろ覚えだなっていう人は、ここを参考にしながら赤線のところを書き直す形で、回答を各自書いてみてください。2分ほど時間を取ります。では始めてみてください。
では時間になりましたので、答えを、ね、確認していきたいと思います。で今コメントにね3日連続ルビックキューブ30秒以内すごいですっていうね、コメントいただいて、いました。ありがとうございます。ちゃんとねいいなって思ってくれてる受験生のね方がいるんだなって思えて、安心しました。なんかみんなね家でね白々しい目で見てるんじゃないかなってちょっと不安ではあったんですけども、よかったです。嬉しかったです。では続けて、答えですね、答えを確認していきましょう。まずは、三角形の合同条件ですね、こちら、3つ確認していきます。で図形の問題に関しては、言葉だけで覚えるのではなくて、それよりもむしろ先に、図形の方ですね、図形の方のイメージを頭に置いた上で、その図形のイメージを言葉に書き換えるっていう形で、練習しておくと、どんどんね、得意になっていくかなと思います。例えば、3組の辺がそれぞれ等しいっていうふうに、言葉で書かれてますけども、1回この赤ですね、赤で今先生書いてますけども、3辺だね、3辺それぞれ等しいよっていうのを、まあ、こういった赤の形で書いて対応付けて頭の中に入れておくと、とっさにね思い出しやすいかなと思います。で括弧2番、これよく間違いやすいところですけども、2組の辺が等しいのと、その間の角ですね、間の角が等しくなければ、合同とは言えませんので、ここをね、注意してください。絵で描くと、赤い辺が2つと、そこに挟まれたねその間の角、この形になっていた時に初めて、合同だと言えますので、この点だけね、注意してください。で合わせて3つ目の条件としては、1組の辺とその両端の角ですね、これも辺一つが対応してて、さらにその辺の左右ですね、左右が対応してた時に初めて合同だというふうに言えますので、これをね確認しておいてください。で3つそれぞれ眺めてみると、情報としては3つですね、辺の数が3つずつ等しいか、あるいは辺2つと角度1つが等しいか、あるいは辺1つと角度2つが等しいかと、何かしら情報が、ね、3つ等しいっていう形でも対応がついてますので、そういったことも、ね、合わせて確認しておいてください。続けて、括弧2番ですね、括弧2番、合同の記号の書き方になりますけれども、三角形 ABC と、あとは合同の場合は、普段は、ね、イコール2本線で書いてますけれども、これを3本にしてあげると、合同の記号になりますので、3本線用意してあげて、三角形と、書きます。で注意したいのが、三角形 ABC を書いた後のこちら側ですね、こちら側よくやってしまうのは、こちらもアルファベット順に三角形 DEF っていうふうに書いてしまう間違いが多いんですけれども、合同の記号を書くときには必ず最初に書いた三角形 ABC と重なる頂点の順に書いてください。なので今三角形 ABC がねここにあって、三角形 DEF があったときに、ちょうど赤と赤、青と青、緑と緑が重なる形で書けるかなと思います。頂点 A に対応するのは右側の三角形では頂点 F、 頂点 B 先端尖っているところに対応するのはこちら側の尖っている D にあたって、最後、まあ、ちょっとね90度に見えそうなところ、C に関してはこちらも90度に見えそうなこちらの E が対応してますので、三角形 ABC 合同を三角形 FDE の形ですね、 ABC に重なる順に FDE というふうに書いてあげます。ここの書き方しっかり書いておくと、証明の問題ね解くときにもある程度こう書きやすくなりますので、ここね今まであまり気にしていなかった人はこれをきっかけに気にしながら書いていってみてください。で図形の問題なので、まあ、ちょっとね解答書き写せない可能性もありますが、まあ、後ほど
答案送っていただいた後に先生が今写しているものをね、模範解答という形で同封して送り返すこともできますので、ちょっとね写しきれないなっていう人は模範解答送られてきた時にゆっくり確認してみてください。では続いて問いの3番、三角形の合同条件を見た後、続けてやっていきたいのが、三角形の相似の条件になります。合同と相似の違いは、相似の場合は、拡大縮小してあげてもいいよという形です。相似の場合、拡大縮小して、重ねることができる場合は相似というふうに言います。三角形の相似の条件、こちらも3つ、あります。あとは三角形の相似の記号の書き方もありますので、括弧1括弧2ヒントまた書かれてますので、それを参考にしながら右側のページ埋めてみてください。ここに関しては多分中学校によっては2学期以降に習う場合もあるかもしれませんので、その場合は例によってお隣に座ってるであろう保護者の方に聞いてみてください。時間はまた2分ほど取りますので、では始めてみてください。はい、では時間になりましたので、また一緒にね確認していきましょう。またコメントをくださっている方いてね、ありがとうございました。多分3日間ね連続でコメントくれている方で、ありがとうございます。今ふと気になったのが、お家でこれどういうふうにご覧になられてるんですかね。テレビでこう画面に映して家族みんなで見てるんじゃないのかなみたいな話がね今ちょっとありましたけども、まあ、携帯で見てるのか、あるいはまあこういったね iPad あったら iPad で見てるのか、あるいはまあテレビに中継して見てるのか、そうですね、知りたいところではありますけども、問いの2番、ごめんなさい、問いの3番ですね、3番確認していきます。で、問いの2番の合同の時と、条件がねかなり似通ってるかなと、気づいた人もね、多いかと思います。3組の辺の辺が等しいってなってるところが、辺の比、比っていう形にね、書き換わってます。括弧1番は、辺の比に書き換わっただけ。3組の辺の比が全て等しい。2つ目に関しても、2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しいっていう形で、ここはね辺の比に変わってるだけなので、合同の条件先にね、頭にしっかり入れておいてもらえれば、ここ辺の比に書き換えるだけで、すぐに、書くことができます。
で合わせて3つ目に関しては合同条件は1組の辺とその両端の角でしたが、1組の辺の比っていう言い方はしないのでもうそこは省いちゃっていいです。で結局残った2組の角だけが相似の場合は条件としてね現れるというふうに考えてください。2組の角がそれぞれ等しい。ここたまに3組の角と勢いでね書いてしまう人がいますけれども、三角形の場合2組の角が決定されれば合計180度は必ず決まってますので、自動的にもう1組はね一緒になりますので、ここは2組の角が等しいということを確認さえできれば良いです。はい、続けて相似の記号ですね。相似、これ S を横に寝かせたような、ね、形で相似の記号を書きます。学校によってはもしかしたら、ね、この記号を習わない学校もあるかもしれませんけれども、便利な記号ですのでこれをきっかけにねちょっと覚えてみてください。で三角形 ABC 相似と書いた後の三角形のこちら DEF の並びに関しては合同の時と全く同じです。重なるであろうを頂点の順番に書いていきます。三角形 ABC があった時にこちら三角形 DEF、重ねるためには三角形 DEF を少しね縮小してあげて三角形 ABC に重ねますけれども、縮小して重ねた時に対応する頂点ですね、 A と F、 B と D、 C と E が対応しますので、三角形 ABC に対して三角形 F、D、E の順番で書いてあげます。はい、合同の記号の書き方と相似の記号の書き方をやりました。であとは、図形の問題解くにあたって、角度の書き方ですね、こちらも、勉強しておきたいので、続いての、問題に移ります。問いの4番ですね、問いの4番、問いの4番、三角形 ABC において、ここの部分の角度を記号を用いて表してくださいって問題が括弧1番。で括弧2番、三角形 ABC と三角形 DEF、 こちら相似になっているので三角形 BCA ですね、角 BCA、 角 BCA と等しい角度を一つ記号を用いて表してくださいというのが括弧2番になります。括弧2番は角 BCA、ここの角度と等しい角度をこちらの三角形で探した上でそれを記号で書いてくださいという問題になります。また左側にヒントが書かれていますので、そちら参考にしながら回答を埋めてみてください。またそうですね、2分ほど時間取りますので各自ね頑張ってみましょう。では測っていきます。Thank you.
では時間に、ね、なりましたので、また一緒に、ね、確認していきましょう。問いの4番。三角形 ABC があって、ちょうど B のところの角度を記号を用いて表してくださいという形で、まあ角 B と書きたくなるところなんですが、角 B だけだと、まあ、これは少し不正確になります。例えばですね、三角形 ABC に頂点 A から辺 BC に向かって線を引いてぶつかったところを D とした場合、まあ、こういったね三角形があったときに A の角度、ここ丸つけたところと×つけたところ2箇所を見てください。こちら角 A という表現だとここの丸の角度を表しているのか、ここの×の角度を表しているのか、あるいはそれらまとめた角度を表しているのか、そこのね区別が角 A だけだと区別がねつきません。なので正確に書くためにはこの丸の方に関しては C から A に行って D に行くという形で角 CAD ですね、角 CAD という形で表記してあげます。一方こちらの×のところに関しては角 DAB ですね、 D と B で挟まれている角 A という形で角 DAB というふうに書きます。 A が真ん中にあるのはそれぞれ一緒なんですけれども、その A を挟んでいる頂点ですね、それが CD なのかあるいは DB なのか、まあこの形で記号を、ね、使い分けるようにしてみてください。そうすると今の問題、三角形 ABC のところの角 B に関しては正確に書くと角 ABC というふうに書いてあげます。あるいは角 CBA と書いても間違いではないので、まあ、そのどちらかになります。はい、続けて過去2番見ていきましょう。三角形 ABC と三角形 DEF は相似であると、その上で角 BCA と対応する角度を書いてくださいという問題です。でまずは三角形 ABC と三角形 DEF ですね、相似になっているところ、先ほどの記号の書き方で勉強したように重なる頂点同士でまずはこの記号を書いてあげます。三角形 ABC と三角形 DEF が相似ですと。その上で角 BCA に対応する角度は何ですかと言われたら、これはすごく簡単で、角 BCA と書いたら右側に対応するものは上のこの記号を見てあげるとすぐに、ね、書いてあげることができます。どういうことかというと、角 BCA と書いた場合上の記号目を戻してもらえると、まず真ん中ですね、 BCA の順番、この順番で左側の角度こちら側が書かれています。真ん中、右、左の順番なので、右側のここの角度書くときに関しても真ん中、真ん中、右、左の順番で書いてあげるだけで対応する角度がきれいに書けます。なので BCA に対応するものは EFD ですね、この順番で右側書いてあげます。なので一度相似の記号を書いてあげた後は角度に関してはその相似の記号の何番目何番目何番目が出てきたか、それを追ってあげるだけで右側自動的に書くことができますので、まあ、このことを注意しながら今後ね書いていってみてください。角度も全てね対応する頂点の順番に書くというふうに覚えておいてください。ではここまで準備をしておいた上で実際の証明問題を見ていきましょう。左下映っていただいて問いの5番ですね、次の図で
まあ、蝶々のような形の図で、三角形 ABC 左側のこちらと三角形 DCE こちら側の三角形が合同であることを証明してくださいという問題です。で、一応図形上で BC の長さと CE の長さが等しいということと、あとは辺 AB と辺 DE ですね、こちらは平行であると、まあ、条件があると見た上で証明をねしていってください。で、まあ、ちょっとね苦手な人向けに話をしておくと、証明してくださいって言われた時に苦手な人よく考えがちなのが、まあ、最初から最後まで自分の頭で考えて自分の言葉で表現して証明しきらないといけないっていうふうに構えてしまう人がね多いかもしれませんけども。数学の場合証明してくださいっていうふうに言われた時にはある程度もうパターンが決まってます。例えば三角形の合同を証明してくださいっていうふうに言われた場合、もう自動的に回答のこの形ですね、ここまではもう自動的に何も頭で考えずに埋まってると考えてください。例えばここの部分ですね、三角形 ABC と三角形 DCA、まあ、証明したいものに関して合同の条件は辺3つか辺2つと角度1つ、あるいは辺1つと角度2つが等しい、その何かしらの条件3つが対応して等しいということが言えれば合同が言えますので、何かしらの条件3つ探した上でその3つより何々がそれぞれ等しいのでこれこれは合同であるというふうに書くと、これはもうパターンで決まってますので、三角形の合同を示してくださいと言われた時にはもうこの形まではもう自動的に頭で思い浮かべた上でここの線の部分ですね、ここだけしっかり図形から読み取って書いていくというふうに考えてみてください。ではちょっと証明問題になりますので、切り悪いかもしれませんけども4分ほど時間を取りますので、今からね、4分間で考えてみてください。
はい、では時間になりましたので、また一緒にね、回答を見ていきましょう。でまずは、証明してくださいと言われたときに、いきなり文章で書くのではなくて、絵の上で、まあ、図形の上でどことどこが対応しているかなというところを確認してから、その後それを文章に直していくと、うまく、ね、いくかなと思います。で今2つの三角形 ABC と DCE で、角度や辺が同じ、ところを、探していくと、まずはここの赤い部分ですね。赤い部分に関しては辺の長さ BC とあとは CE に関しては条件で長さが等しいと与えられているので、まずはここがね等しいというふうにすぐに分かります。続けてここの部分ですね、緑色で丸をつけた部分、ここは対頂角に当たる部分ですので、対頂角はそれぞれ等しいので、この緑色の部分も等しいというふうに見ることができます。そうすると今辺が1つとあとは緑のここ角度が1つ等しいので、合同であるためにはもう1箇所角度が等しいかあるいは挟む辺が等しいか、そのどちらかが言えれば合同が言えますけれども、今辺の長さですね、ここ AC と CD に関しては何も条件が与えられていないので、ここが等しいっていうことはなかなか難しいです。で一方でこちら青く×ついたところ、こことここがもし等しいと言えれば合同の条件がね、一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいという形で合同が言えるので、ここの×と×の部分等しかったら嬉しいんだけどなっていうつもりでよく眺めてみると、今条件として AB と CDE ですね、ここが平行だと与えられているので、そのことを使ってあげると、ちょうどこの×の部分に関しては錯覚の位置関係にあります。錯覚ですので、平行であれば錯覚はねここ等しいので、この×同士も等しいということがどうやらね言えそうです。一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので合同という形で、まあ、絵の上ではね証明ができました。これを順次言葉に、ね、直していきます。まずは三角形 ABC と三角形 DCE について、これは条件でまず与えられているので BC と CE の長さはまず等しいですよという形で丸1番。続けて対頂角ですね、対頂角がそれぞれ等しいので角 ACB と角 DEC ですね、ACB と書き方違ってますね。DCE と三角形 ABC と三角形 DEC か。失礼しました。ここ問題のところがですね、三角形 ABC、ABC とあって、何も角度がついてないところ、青い×、何も角度ついてないところ、青い×、緑の角度の順番なので、何も角度ついてないところ、青い×、緑のところなので、三角形 ABC に対応するのが DEC ですね。DEC、DEC と C と E がここ問題のところがね逆になってましたね。すみませんでした。一昔前だと教科書間違ってると先生の多分おじいちゃんおばあちゃんぐらいの世代は教科書にいろいろミスがあったそうで、ミスがあると授業中にこういった形でここ間違ってるので墨で黒くして書き直してくださいみたいなのがあったそうで、なので昔の人は教科書書かれてることをそのまま信じずに、まずは本当に合ってるかどうかを疑いながら勉強したそうです。
で、まあ、効果不効果、最近教科書精度上がっていてほとんどミスがないので、書かれていること、すぐに真に受けてね、こう勉強してしまいますけども、まあ、問題解くときとかには、そもそも問題合ってるのかどうか、そこから疑いながら勉強していくと、いいんじゃないのかなと、まあ、ちょっとね苦し紛れにね言ってますけども、まあ、勉強ねしてみてください。でこういったところの、まあ、批判的に、まあ、捉えてみましょうっていうところ、今日の一番最後のところで数学より好きになるためにはっていう形で、クリティカルシンキングっていうふうに横文字でね、書いてるところもありますけども、数学勉強するにあたってはね、本当なのかなって常に疑いながら勉強するっていうのはすごくね、大事なことだと思いますので、こういったミスがねあるんじゃないかなっていうふうに考えながら、やっていってみてください。とはいえですね、まあ、これは完全に先生のミスなので申し訳ないですね、まあ、三角形 DEC の順番で、やっていきます。で対頂角等しいところに関しては、ACB に対して、DCE ですね、ここも C と E が、ね、逆になってますね。最後青いところに関しては角 ABC に対して角 DEC、 ここ合ってましたね、ここ合ってました。で今先生解説しながら間違いすぐ気づいたのも、やはり最初のここですね、三角形 ABC と示したい DEC のここの頂点の順番たどっていった時に少しねここがおかしいなと思ってすぐ気づけました。 ACB とあれば ACB の順番でね、左右真ん中の順番でこちらの角度書かれますので、左右真ん中の順番で書かれた時にDCE ですね、で書かれているかどうかチェックすると、きちんとね確認が取れます。はい、でまあ3つ確認ね、文章を書いた上で最後1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいと書いてあげて、三角形 ABC とここですね、三角形 DCE がDEC に書き直してあげて合同であるというふうに証明してあげます。ちょっと修正たくさん入ってしまったので、このままの画面で1分ほど時間取りますので、ちょっとね問題文含めて少しね修正してみてください。で1分間黙っているのもなんなので、まあ、夏この時期の、まあ、先生の中学校の話でも、しようかなと思います。1分ほど、ちょうど中3の、大体みんなぐらいのこの時期、先生は、ね、陸上部、中学で陸上部に所属してたので、夏休みの間朝の9時から昼の12時頃まで、陸上部の練習がありました。先生は短距離と砲丸投げ専門だったので、大体もう毎日のメニュー決まっていて、朝3パチって呼ばれる 3.8 キロのコースを、まあ、誰が測ったか定かではない、もう代々引き継がれているこのコースは3パチですよって言われているそのコースを走って、でその後短距離組と長距離組分かれて、短距離組は50メートルを9秒以内で走る、連続で走るっていうのを20本やってました。で3パチ走った後に50メートル20本走って、もうそうするともうみんなヘロヘロ で蛇口ですね、蛇口の水飲むところでだいたい短距離のメンバー10人ぐらいがもう空仰ぎながらもう全員目つぶってもうゼーハーゼーハー言ってるっていう、まあ、状況の時に、ちょうど先生の中3の担任の先生だった先生ですね、その先生がまたまたま通ってきて、先生にかけてくれた言葉がすごく思い出に残ってて、坂本と、ダメだと思ってからが人間本当の勝負だぞっていうふうにその時パッて言ってくれたんですね。で
今何十年も経って中学の時で一番覚えてる言葉が、まあ、その言葉で、何かこう仕事とかね、あとはまあ普段の生活とかで、あ、ちょっともうダメかもしれないって思った時には、いつもその担任の先生の言葉がね、ふとよぎって、あ、ダメだと思ってからが勝負なんだなっていうふうに思って、普段はね、過ごしてます。まあ、みんなも何かね、勉強以外のところ、部活とか、それ以外のところで何かね、くじけそうになった時には、今のね、先生の言葉とか、あるいは、普段生活してるね、人たちの言葉、何かこうきっかけにしながら、頑張っていってもらえれば、いいかなと思います。はい、で、ちょっと雑談がね、してる間にもう時間が間もなくというところですので、最後問い6のところ紹介だけね、しておきたいと思います。問いの6番に関しても、証明の問題になってます。で、こちらは、合同ではなくて相似であることを示してくださいという問題になってますので、こちら合同の時と同じように、相似であることを示してくださいって言われた時にも、書き方はほとんど、枠としては決まってます。何と何が相似であるかを示したい、それを書いてあげた上で、相似の条件ですねを満たすものを書いてあげて、で、最後締めの言葉として何と何が相似だから三角形これこれと三角形これこれが相似ですというふうに書いてあげると証明ができます。じゃあ、ここの問いの6番と、あとは余力がある人は問いの7番、さらに図形得意だよっていう人はチャレンジ問題の8番、こちらもぜひ挑戦してもらった上で、先生にね、返信用封筒に入れて送ってみてください。採点と合わせて、何かしらね、簡単なコメントもしたいと思いますので、ぜひね、送ってみてください。では、3日間数学、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。次の時間ね、国語、しかも夏期講習の最後、が待ってますので、頑張ってください。では、数学は以上になります。ごきげんよう。